Doma. 阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが8月14日の月曜日なんですけれども、今回の動画は岡田監督が10連勝の最大要因と語った最強中継ぎの現状について、いやー、この10連勝中、中継ぎの踏ん張りとんでもないですよね。で、そういった中で岡田監督はそれぞれの中継ぎピッチャーを絶賛、まあ、一体どのような評価を出しているのか、そして明日から昇格予定のブルワー投手が早くも岡田監督を崇拝するのか、 コメントも出しているということで岩崎投手がブルペンで大事にしている感動の合言葉この点についてもお話をしていきますよかったら是非とも最後までご覧いただけると嬉しいですでは早速お話をしていきますが今回ご紹介していくのは岡田監督大絶賛の最強中継人の現状についてまあ、皆さんご存知の通りタイガースは現状10連勝中です8月は12試合消化して11勝1敗まあ、とんでもない戦績になってるわけなんですがこの12試合タイガースはわずか31失点なんですねですので1試合平均3.1 以上取られていないなでその中でより詳しい結果というのを見ていくと、タイガースの8月のチーム防御率は2.17、まあ。ちなみにタイガースが19勝5敗、大型連勝2度ね、記録した時の5月というのは、チーム防御率2.67なんです。まあ、ですのでこの暑い夏場、まあ、本来であればピッチャー陣の成績落ちてくるところなんですが、あの5月よりも投手陣安定してる。まあ、これすごいですよね。まあ、ただ、5月と8月の大きな違いを見ていくと、5月は先発ピッチャーの休憩率、なんと83.3%ありました。で、まあ、ですので基本 基本的には先発ピッチャーが6回以上投げてあとは中継ぎ陣で逃げ勝っていくまあ、そういうパターンというのが多かったんですただこの8月はまだ12試合消化時点ではありますが先発陣の QS 率は50%実はこの数字はタイガースが最も苦しんだ6月の52.17%よりも低い数字ということで、まあ、ちょっと先発ピッチャー疲れが見えてるかなと言いますかかなり8月は様々なチーム事情でローテも変更されていますからまあ、そういった影響というのも少なからずあるとは思いますけれどもその中でこの8月先発ピッチャーの勝ち星 は絶対に消させない。もう絶対ゼロで行くんだとまあ、そのように踏ん張り続けてくれてるのがリリーフ陣なんですね。まあ、岡田監督も昨日の試合終了後、強さの要因はという風に問われるといやいや。まあ試合に出たもんがね。本当にいい仕事をしてる。打つ方もそうですけど、上手く点を取ってる場面もあるし。でもやっぱり最後はブルペン陣そこがやっぱりゼロに抑えてるんで、こういう結果になってると思いますね。とリリーフ陣を絶賛まあ。タイガースはこの10連勝中。9試合が3点差以内ということで、まあ、こうなってくるとリリーフ陣の出番もそれぞれ増えてくる中。いやいや。これはしょうがない。 ですすすとととと連勝中のの宿命と言いいままかかね、まあ、岡田監督もここよううに捉えてるということがわりますただ、そういった中で今シーズンの中継陣全体の運用を考えていくと、決して順風満帆に来てるということではありませんよね。まあ、やはりそれはまず、湯浅投手がなかなか1軍で投げれていない、これはあるでしょう。現状、湯浅投手は左脇腹の金座賞ということで先々離脱中、まあ、岡田監督は今シーズン絶望というのを示唆していましたが、湯浅投手自身は諦めるつもりはないし、一日でも早く治るように最善尽くすしかないと、まあ、このようにコメントを出している。まあ、ただ、湯浅投手の プロ野球生活というのはまだまだ続いていきますし、本当に若いピッチャーですからね。まあ、決して無理することなく、まあ、岩佐投手らしい調整でね、まあ、今後も進んでいってほしいなというところ。そして岩佐投手と同じく、昨シーズン大ブレイクした浜地投手も、今シーズン3度の2軍降格というのを経験しています。まあ、直近の浜地投手は10試合で1失点、まあ、しっかり結果が残っていたんですが、あのバント処理のミスですよね。まあ、どうしてもあれがネックになってしまって、今シーズン3度目の2軍降格となった。ですので岩佐投手や浜地投手、まあ、昨シーズン大ブレイクしたピッチャーたちが現状 1> 1軍にいないなで、さらに直近の運用というのを見ていくと、本来特例抹消から昇格予定だった石井投手、まあ、8日の時点でね、1軍昇格かと思われていたんですが、再度発熱があったということで2軍合流、また絶対万全の状態で1軍に戻ってきてほしいピッチャーですよ。そしてこの8月の戦いというのを見ていくと、岩原投手がね、苦しんでるという状況ありますよね。まあ、岩投手ははシーーズンン全体ででで39 2.31試試合合防防御御率率と絶対に欠かせないピッチチャーですがこの8月は5 6.75、まあ、ベンチ を外れるるね試合もあるととといいうことでここまででまざっと見ていただいいいいても分かる通りみんながみんんんなななが絶好調という戦でではないんですよね、まあ、ただその中でこの8月見ていくとケラー投手の登板増えてきたそしてそのケラー投手がバシッと結果を出してくれていたこれめちゃくちゃ大きいですよね、まあ、ケラー投手もシーズン全体で27登板防御率1.718、まあ、月は5試合投げて防御率0.00今シーズン初戦も記録、まあ、本当にこのケラー投手の状態上がってきたこれめちゃくちゃ大きかったんですけれども、まあ、今回このケラー投手は家庭の事情 とということで一時帰国またね、一軍に戻ってきてくれるとは思いますけれども、これも今後のタイガースの戦い見ていく中で一つ、まあ、アクシデントと言いますか、みんなで乗り越えなければいけない一つのポイントですよね。まあ、ですので、このように様々なアクシデント、まあ、本来の形ではないね、戦いというのも続いている状況ではあるんですけれども、それでもそれぞれのピッチャーの踏ん張りがものすごいわけですね。まあ、例えば、火消しというところでね、主に起用されるジア投手や島本投手、この二人の存在めちゃくちゃ大きい。ジア投手は今シーズン、ここまで43試合登板して、 防御率率ががが2.20 2 32.2 29 2 1 15勝敗ホルド回を投げて奪った三振29個脱三振振7.99個脱割一部という数字で、この8月は7試合登板で投球回5.1回ですから、ここぞというところ、絶対抑えてくれと、引け死の場面で起用されることが多い。で、そこでしっかりね、首脳陣の期待に応えてくれてるわけですから、まさに右バッターキラー、カズヤ投手の存在めちゃくちゃ大きいですよ。そして左ピッチャーならもう一人、なんといっても島本投手ですよね。島本投手は24試合登板。 防御率が1 8で3勝2敗8ホールド20イニングを投げて奪った三振12個。 脱三新率が5.40、左率が1割8分2厘という数字。まあ、島本投手といえば何と言っても2019年、63試合登板で防御率1.67と、まあ、やっぱりこの年のイメージが強いという方も多いと思うんですが、この2023年の島本投手、2019年に匹敵するどころか、それを上回るような投球内容なんですよ。というのも2019年は59.1回で、与えたフォアボール14個あったんですが、今年はなんと20イニングでわずか1つ。まあ、昨シーズンから島本投手ね、合算すると34イニング ででたフォアボーールわずかか3つですすらら岡田監督が常々話すランナーおったら島本よとまあ、やはりこれはコントロールの良さというのを物語ってるんじゃないでしょうか。まあ、ほんとこの二人のメンタルの強さは異常で、特に島本投手なんて大ピンチの場面で笑ってますからね。まあ、ほんと一野球人として逆に怖いなぁと感じるぐらいのね、ものすごいメンタルの持ち主なんですが、まあ、やはりこの経験豊富な二人がね、この位置にいてくれるというのは、今の中継ぎ陣の強さを物語ってますよ。そしてもう一人、これは先日の動画でもご紹介しましたが、岡田監督の評価 がぐんぐん上がってるのがキリシキ投手なんですね。まあキリシキ投手は今シーズンここまで10試合登板で、そのうち先発2試合で防御率が1.85、2勝0敗3ホールド、24.1回を投げて奪った三振25個、奪三振率が9.25、左率が2割0分2厘という数字。なんかこうどんな場面であれどんなバッターでも濃い、まあ、そういう強い思いというのを感じますよ。まあ左率も昨シーズンはね1軍で3割3分3厘という数字でしたが、今年はここまで2割0分2厘とかなり良くなっている。そしてなんといってもキリキ投手の持ち味は。 1> 1イニンンググだけではなくロングもいけるまあ、これですよね。まあ、現状、キリシキ投手は中継ぎで8試合投げているんですが、そのほとんどがロングリリーフ。まあ、特にキリシキ投手はおととい、昨日と2日連続のロングリリーフ。まあ、これなかなかない流れなんですけれども、岡田監督はそのキリシキ投手について、いや、キリ敷キが一番大きい。タフだしね。一番向こうの流れを変えられるところで、イニングまたぎもいけるんで、本当に一番助かってますねと、まさに大絶賛。 まあ、切り敷投手自身もイニングをまたぐのが自分の仕事なんでと、まあ、こういうコメントを出していましたが、現状3試合連続で買いまたぎ中なんですよね。ですので、岡田監督のコメントにもあった通り、とにかくタフ。まあ、本来であればね、先発でバシッと使いたいピッチャーの一人ではあるんですが、このキリ敷キ投手が中にいてくれる、まあ、右なら馬場投手もそうですが、中継ぎとして長いイニングを食えて、なおかつ三振取れる、まあ、それが右左で1枚ずついるっていうね、まあ、ほんとタイガース脅威ですよ。で、このキリ敷キ投手も8月5試合投げて、8回3分の2で防御率0 0と、 とということで日に日にに存在感が増していますまあ、ですので本当にそれぞれのピッチャーが自分の仕事を果たし勝ちにつなげてくれてるというのが現状のタイガースなんですがその勝ちを最後締めくくっているまあ、最強守護神がいますよねそれが岩崎卓投手ですまあ、本当このピッチャーを今シーズン何度すごいと言ったことかもうわからないぐらいねこの岩崎投手の凄みというのはご紹介していますがここまでの岩崎投手の成績45試合登板これはセ・リーグトップですその中で防御率0.843勝1敗11ホールド24セーブ 43イニングを投げて、奪った三振55個、奪三振率が11.51、被打率が1割3分8厘ということで、無敵です。いや、もう本当に頭が下がりますね。先ほどもご紹介した通り、登板数45というのはセリーグトップです。で、もともと岩崎投手は1年間ずっとね、今シーズン守護神をやっていたということではないんですけれども、セーブ数もどんどん増えていって、現在24、これはセリーグ3位の数字。トップのスワローズ田口投手が27ですから、十分ね、タイガースがこのままいい形で白星を積み重ねていく。で、岩崎投手 本来のの投球をすることとができれば初王いまあ、もちろん、この西武のタイトルに関しては、岩崎投手の投球内容、うんぬんだけではね、まあ、なかなか狙えないところではあるんですけれども、まあ、今のタイガース10連勝中、とにかく3点差以内のゲームというのが多くて、まあ、その中で1点差ゲームというのもかなり多いですよ。まあ、ただそういった展開でも淡々と抑えてくれる岩崎投手の凄みというのは日に日に増していきますよ。まあ、とにかく岩崎投手が今シーズン、ブルペン陣で大事にしている合言葉、それは先発陣が打たれた時は中継ぎで 勝つぞとということで、そのことについて岩崎投手は、今年先発が打たれた時は、救エンジンで勝つぞとずっと言ってきてます。若い選手にも伝えていってますし、ブルペン全体の意識として浸透させたい思いでもあるんでと、このようにコメント。万全の状態で投げてるピッチャーはいない。まあ、これも岩崎投手のコメントですが、まあ、背中の痛みを抱えながらも、痛くないフォームはどこだと、まあ、このように探りながら、今の成績に至ってる、も、ま、う、あ、本当岩崎投手すごいです。本当にタイガースには偉大なリリーフピッチャーというのがたくさんいましたけれども、そういったピッチャーたちの伝統、思いというのを岩崎 投手や岩倉投手が受け継いで、それを今の若いピッチャーたちに伝えてくれている。まあ、言動はもちろんのこと、背中でねまあ、引っ張ってくれているというのが最強リリーバー岩崎投手の姿なんじゃないでしょうか。ということで最後になりますが、それぞれのピッチャーが自分の持ち場で最高の仕事を果たしてくれている。まあ、だからこそね。この10連勝に繋がってるという流れがあるわけなんですが、まあ、その中で若手ピッチャーもかなり緊迫した場面で起用されるという流れありますよね？それが顕著に出ていたのが、金曜日のスワローズ戦じゃないでしょうか。まあ、結果、タイガースは2対1まし、あ、びれるゲームをもの。 なんですが同点の8回ツーアウトランナー2塁という大ピンチ、まあ、山田選手を迎えたところで岡田監督は岡止め投手を投入しましたよね、まあ、ただ岡止め投手は山田選手に結果フォアボールでその後は左の村上選手に対し左ピッチャーの及川投手を投入ですが及川投手もフォアボールを与え満塁という形になりましたでその後なんとか馬場投手が抑え結果無失点で切り抜けたというゲームで岡田監督は試合終了後岡止め投手や及川投手について問われると馬場以外はフォアボール OK って言ってたからそしたらほんまにフォアボールやったけどなと まあ、このように語っていたんですが、その後のね、コメントというのが非常に印象的で、まあ,あ、そこであの二人ももう一球 A ボール投げられたら1軍定着するんやけどなと、惜しかったんやけどなっていうね。まあ、このようにちょっと笑いながらね、岡田監督はコメントを出していたんですよ。この二人に対しての期待値が分かるコメントだったんじゃないかなと、まあ、明日からの中継ぎ運用で考えていくと、ついにブルワー投手が1軍合流、ま2軍で素晴らしいボール投げてたんで、まずどの位置からね、まスタートするかというのは未定ではありますが、ブルワー投手は本当に楽しみな存在。で、ブルワー投手は岡田監督の 印象について問われるとすごい気さくに話をしてくれたいい方だなという印象があったし、この人と一緒だったらしっかり野球ができる印象があった。今後に関してもどうしたいかという話もしました。と、このようにコメントまあですので、早くもしっかり岡田監督をボスとね。捉えることができているというのが、このブルワー投手のコメントからわかります。まあ先ほど岩崎投手の合言葉もご紹介しましたが、岩崎投手や岩更投手まあ、島本投手や鍛冶屋投手もそうですけれどもまあ、こういった経験豊富なピッチャーたちが若い選手。まあこれから入ってきてくれる。バスケット選手に対してもそうですが。 ペンジン全体の考えというのを浸透させてくれているで、そういった若いピッチャーたちがまた次の世代のね。まあ、選手たちに伝えていってくれる。これがまた新しいタイガースブルペン人の伝統に繋がっていくわけですから、まあ、その戦闘を走ってくれている。岩崎投手を筆頭にね。まだまだ中継ぎ陣で勝っていくまあ、こういうゲームも見れるんじゃないかなということで、これからの中継ぎ運用も引き続き注目していきたいなと思います。はい、ということで、今回の動画では岡田監督も手放しで大絶賛。中継ぎ陣の現状について、そして岩崎投手が明かした。中継ぎ陣の合言葉、この点について。 お話をされていただきました。若い中継ぎ投手もいますし、これからブルワー投手も入ってきてくれる、また新しいね形というのが見られるわけなんですが、岩崎投手や経験豊富なピッチャーたちがいてくれれば大丈夫。ファンとしても本当に安心ですよね。さあこれから一体どういう流れ、どういう運用が待っているか引き続き注目していきましょう。皆さんは最強中継ぎ人の現状についてどう考えますでしょうか。よかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方はよかったら チャンンネル登録グッドボタン押ししていいただけると嬉しいです皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者4 5200人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者4 6000人ということで、今後とも阪神情報局、何卒ぞよろしくお願いいたします。ではまた、次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トラホー、ありがとうございました。さあ、ついに明日からブルは投資も合流予定、新しいピースが加わります。今後の中継ぎ運用も引き続き、注目していきましょう。ではまた。